どうもどうもお疲れ様です。120分以上の映画が苦手なエステちゃんです。今日は、ツイッターで、知った映画だ話ということで、Amazon プライムで11月25日から配信中のミートキュート最高の日を何度でもについておしゃべりしていきたいと思います。あらすじがシーラとギャリーの出会い、それは一目惚れだと思われた。彼らの不思議なデートが全く運命的なものでなかったことに気づくまでは。シーラはタイムマシンを使い、互いに恋に落ちる時を何度も繰り返しているのだ。しかし完璧な夜が色褪せてきたと感じたシーラは、ギャリーをより完璧な男性に変えるため彼の過去に旅立つのだったということで、まあ、このタイムトラベルものなんですけれども、これがですね、まず映画の時間の長さが90分ということで、もうまず最高だなっていう。で、なんかこう、そのツイッターで見た感じだと、こう結構はちゃめちゃな、もうこれもあらすじにもありますように、こうギャリーっていう好きな彼を自分のものに気に入った思い通りの人に変えようと、さらに過去に、遡って、まあ、そもそもその最高のデート、出会った日のデートっていうんですかね、それをもうずっと繰り返してるんですけど、もう1年ぐらい、繰り返してて、でなかなか結局うまくいかずにそのデートが終わってしまうから、あ、もう彼を変えたらいいんだ、ギャリーを変えたらいいんだっていう禁じ手に出まして、でギャリーの子供時代のトラウマを取り除いて、で、あの、自信のあるというかね、もっと、まあ、ギャリーはそもそもちょっと受け身な感じなんですけど、積極的な男性に変えてみたいな、でもそれもうまくいかなくてみたいな、こういろいろあるんですけど、で最終的になんかこういう好き勝手、こうシーラという女性がやってるんですよ。もうとにかく倫理とか無視して、もう 毎日同じ日をこう戻って、日焼けがタイムマシンなんですけど、好きな時に24時間だけ戻れるというか、例えば10年前のその1日ある1日とかに戻れるっていうタイムマシンなんですけど、それもずっと繰り返す、このギャリーとの出会った日を。で、まあ、そういうことしてると大体痛い目に遭うじゃないですか、こう日本昔話的な。だけど最終的になんかそのギャリーもなんか好きだってなってて、なんか、うん、好きだってなってて、でそのシーラにこう好きなようにされてるっていうのを、まあ、理解して、そのタイムマシン自分も乗り込んで、シーラをなんかこう、そういう自分のなんかそうタイムマシン閉じ込められないようにっていうんですか、その同じ日にばっかりずっと自分がいるってことだから、それをやめさせようとして、まあシーラの過去にも行ったりするんですけど、なんか最終的になんかいろいろあるんですけど、ハッピーエンドなんですよ。なんかこう新しいなっていうか、なんかだから広告の効果とかでもあるじゃないですか、こう繰り返しその人とかその商品を見てると親しみを感じるっていうね、その心理学的にもそれなんていうのか忘れちゃいましたけど、そういう効果、なんとか効果っていうのあるっていうじゃないですか。だからね、広告は効果があるっていう、だからすごいいっぱいね、いろんなテレビとか YouTube とかだと街の看板とかにもあるわけですけど、そういうことかなっていう。何回も覚えちゃいないんですよ、もちろん。ギャリーはシーラだけその記憶があって、戻ってる記憶があって、ギャリーにはもちろんその他の人にも、あの、その日を繰り返してるって誰にも分かってない、記憶もないんですけど、なんか潜在意識に残ってるところがあるらしくて、なんかちょっとこのシーラの言うセリフを言ってみたりとか、ギャリーが、してたりとかも繰り返していくし、もう365回も繰り返してるんで、いい加減なんか潜在意識に残ってるみたいで、デートの、記憶が。で、なんかまあ
まあ、もともと好印象だったっていうのはあるのかもしれないですけど、まあ、食事行ったりね、あのシーラからのナンパで、食事行ったりとかしてるんで、でしょうけど、なんか最終的にもうシーラがもう何百回ってなんか自分の英語で繰り返してるって分かっても、あのハッピーエンドだったんで、新しいなっていうか、そのもうファンタジーなんだから好きにしろみたいな、好きにやろうぜみたいな、そういう道徳とか倫理観とか関係ないよみたいな、あの感じの映画でした。はい。でなんか、まあそのまあシーラ的にはもう何回もそのギャリーと会ってるんで、タイムトラベルしてタイムマシンで使って、だから普通なら言いにくいこととかも、本当は私自殺しようと思ってたとかっていうことを結構言ったりとかしてて、まあでも何回も会ってるともう気持ちも緩んできて、本来なら初対面じゃないこと言っちゃうんだなとか、まあ思ったりもしましたけど、でも怖いですね、そういう話されたら。まあでも365回とかも会ってたら言うか、自殺未遂しようとしてた過去がある。まあそっか。あとはそのよく飽きないなっていうね、いくら楽しい一日でも、もういい加減飽きてくるじゃないですか。もう一回やったらもういいかって思うかもしれないな、自分だったら、私だったら。でももうやっぱそこを365回繰り返せるっていうところがちょっと頭おかしいのかもしれないですけどね、シーラの。はい。って感じで、もう特にあの何も思わずサクッと見れます。なので、あの90分なんで、よかったら見てみてください。ということで終わりです。